晴天。今日は9月18日、日本クラシックビジークの次の日、オフシーズン初日です。今伊勢にいるので、今日1日だけは伊勢、名古屋でいっぱい食べます。おー、やったここいいじゃん。またまた、せーの、マオリーちゃんかな。それちゃん。うまっ。いろいろある。その顔にしようそれ。牡蠣いただきます。気温高いし、カーブアップとかで代謝めっちゃ上がって、汗がやばい、熱い、溶けてきちゃった。いただきます。うまっ、うまっ。ソフトクリームだったらめっちゃ食べれるわ。手がやばい手やばい、今日暑すぎやばい、下が。やばい。食べてばっかだとね、デブになっちゃうので、伊勢神宮を散歩していきます。さっきはね、外宮みたいなところを一周してきたので、実はね、次は内の方行きます。伊勢神宮から木陰横丁戻ってきて、今からうどんを食べます。めっちゃ食べたかったうどん、天ぷら大盛り。いただきます。初めて食べるの、伊勢うどん。食べたことない、なんだかんだ。もちもちしてる。エビうまっ。
タバ買いました。コーヒーだけど。プリン買おう。通りがかりのプリン買ってしまった。めっちゃうまい。めっちゃうまい。でコーヒーと、よいしょ、チーズケーキ、スタバのチーズケーキ。めっちゃ合うな、このセット。やばいやばい、事故ってる事故ってる。いただきます。これに関してはうどんでご飯食べれる。伊勢うどんも美味しかったけど、こっちも美味しい。名古屋駅まで戻ってきました。最後にね、煮込みうどんを食べて、今、新幹線に乗るところです。東京に帰ります。戻ってまいりました。本格的にね、今回の三重県の日本クラシックミュージック選手権終わりって感じですね。最後に記念にね、名古屋のやつ買いました。三重県はカードないのでこれだけ買ってきました。最後にね、最後にというか味噌カツをね買ってきたので、今から食べていこうかなと思います。めっちゃ楽しみ。お店で食べようと思ったんですけど、三重から名古屋まで車で戻ってきて、で名古屋駅で味噌煮込みうどんをね食べたんですけど、さすがにちょっと食べれなくて、お腹もいっぱいだし。なのでこっちを買ってきましたよ。イエーイ。ちょっとね、あったかい状態で食べたいので少々お待ちを。温め終わりました。やっぱね、東海地方出身としては、まあ、小さい頃からね、赤味噌とかは食べてきたので味濃いものは好きなんですけど、味噌カツとか、なんかそういうの本当に大好きですね。名古屋出身じゃないんですけどね。よし、それでは、まあ、明日からはね、また減量食を増やすみたいな感じの食事にしていきます。まあ、そういったのもこのオフはね、届けていこうかなと思います。来年僕がチャンピオンになるまでの動画をたくさん残して、あの時こうだったなってみんなと見返せるようにしたいなと思ってるので、それも残していきますが、その前にこの束の間のね、気
休憩ですよ。うまそう。じゃあちょっともう体は見納めなので、よいしょ、この体でね食べれるのはもうほぼないです。なんならめっちゃむくんでるし、カラリングもねちょっと剥げてきたんですよっていう話はもうどうでもいいので食べていきます。いただきます。まず普通に食べましょうか。めっちゃうまい。おいしい。うん、半熟卵割っていきますよ。うおー、じゃあ卵をつけた状態でいただきます。うまっ。本当に明日からまた頑張れる。減量中みたいにねチートもせずみたいな感じではないので、週末はねちょっと好きなもの食べようかなとは思うし、まあ食べれるタイミングがあったら食べようかなと思ってるので、そこまで気張ってやらないですけど、基本はねちゃんとしたご飯を続けるって感じのスタイルでやるのが一番成長するって、このオフ、前回のオフで分かったので続けていきます。今回のねオフの成果としてはやっぱ胸だね。本当に胸がズバッてたくさん入るようになったのが大きいですね。それではね最後の一口いただきます。この味噌漬けのご飯めちゃめちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかった。これね食べ終わったんですけど、すごい楽しみなものがたくさんあって、減量中食べれなかった期間限定のもの結構残ってるんですよ。それだけ紹介しますね。結構といってもこのピノとマロンタルトとパルム、これ去年食べれなかったんですよ。食べていきたいと思います。ちょっとスーパーカップは今回は置いておきます。ちょっとこれらもね一気に食べるってことはなくて、すごい長い時間かけて多分食べることになると思うんですけど、この2つねちょっとずっと楽しみにしてたんですよ。何週間も置いてあってやっと食べれる。1年越しですよ。こっちパルムの万能芋味かな。でもめちゃめちゃ芋美味しい。さっきスタバで今お芋のやつやってるじゃないですか。これも飲んだんですけど、上に乗ってる芋けんぴみたいなやつがサクサクして美味しかったです。美味しい。ちょっと後で食べます。次ね、こっち色が可愛い。一つ いただきます。うん、一瞬ちょっとこっちと分かんなかったんですけど、確かにブリュレの香りというかする。うまい、うまい、やばい、これ食べちゃう。めっちゃうまい。我慢しよう。ちょっと一日一粒にします。今後ね毎日は食べないけど、いやーうまい。ちょっとねこうやってねたまにこういうの食べれると思うと頑張れる毎日。いやーにやけるわもうね体も喜んでますよ。今日一日ねすごいいっぱい食べて
すごいいっぱいなのかな。いろんなものをご当地のいろんなもの食べれてすごい幸せでした。これからもねご飯食べる様子見に来てください。だん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 顔が丸くなっていって、こんなね何もしてなくても胸のストレーションが入るような状態はもうなくなってくると思うんですけど、オフシーズンの僕も可愛がってください。本当にねたくさん応援してくださってありがとうございます。なんかこれ美味しいよとか、これ食べてほしいとか、そういうものあったらこういうこと話してほしいっていうリクエスト以外にも受け付けておりますので、よろしくお願いします。それじゃあね、絞れた体はさようなら、見納めです。またじゃあこれからも今後もよろしくお願いします。まだ次の動画でお会いしましょう。さようなら。まい。